ね、皆さん知ってるんですけども、お正月の三が日って言ったらみんなぐうたらしたいじゃないですか、はいね、だから僕もぐうたらしたいなと思って、で僕映画が大好きなんで、はい、映画三昧にしてやろうと思って、で家族が寝静まった頃に DVD を見ようと思って、エッチなんじゃないですよ、あの映画ですよで家にプロジェクターがあるんで、プロジェクターって言ったらもう部屋を真っ暗にして見るもんじゃないですか、わかります、映画館のようにして見るんですよね、プロジェクターってね、やっぱり投影して見るんで、でそれをちょっとでも大きいスクリーンで見たいなと思って、それを楽しみにしてね、正月をね、過ごそうと、それで過ごそうとしてたんですけれども、正月の2日目かな、子供たち早く寝たんで10時11時ぐらいかな寝たんで、でそっからね自分で DVD を1本見たんですよ、うん、でまあ終わっても夜中の1時ぐらいなんで、あともう1本見ても大丈夫やろうなと思って、でまあ1本目終わって電気パッてつけたら、ソファの周りが結構こう散らかってたんですよ、パッて見たら子供のなんか本とかおもちゃとかがバーってこういっぱいそこら中に散らかってたんで、あーなんかこれちょっと正月早々こんだけ散らかってるのでまた DVD 見るのも嫌やなと思って、でパッパッと拾ってたんですよね、はい、でうちの家ってリビング階段で部屋から直でこの階段が2階に上がる階段がついてるんですけれども、扉がないもんで上から冷たい風がこのリビングに吹き込んでくるんですよね。でそれがちょっと寒いもんで、あこれだったら嫌やなということで何かないかなと思ったら、たまたま知り合いの生地屋さんがゴツめのカーテンよりもなんていうのかな、遮光性の高い生地を持ってたんで、それをなんかくれたことがあったんですよね。で、あ、これちょうどいいやと思って、で、それをかけたんですよ。そしたらもう遮光性バッチシだったんで、あ、いいねっていう風なんで使ってるんですけど、それがね、うちの家っていうのは白い壁なんですよね。基本的にね、だいたいどこ見ても白い壁なんですけども、その、まあ、もらい物の生地なんで、部屋の色と全く合わない、オレンジのくすんだ感じの色なんですよね。だからすごくその部分だけが際立って見えるんですけれども。そういう風なリビング階段のところにカーテンが吊るしてズドーンと上から下まで2メーター560かなあるのかな、そのカーテンがダラーンと階段の下のところに垂れ下がってると。でまあさっきのお話に戻りますけれども、まあそういう風なのがあって、でおもちゃいっぱい拾って片付けてる、で中腰になって片付けてるときに、僕が下を向いたときに、僕髪の毛その時長かったんですけれどもね、髪の毛の隙間からちらっと何かが見えたんですよ。そしたら身長120センチか10センチぐらいの子供が立ってたんで、あ、うちの娘夜中1時やったけどなんか起きてきてしまったなって思ったんですよ。で、あ、悪いことしたなと思って、で声かけようかなと思って、そのしゃがんだ時にこうはって気づいたんですよね。しゃがんでた時にこう隙間から見た時に、なんか違うって、いつもの娘と違うって思ったんですよ。その隙間からじーっと見てるとね、僕髪の毛の隙間から見てると髪の毛が異常に多いんですよ。もう信じられへんぐらい、もうボッサボサの髪の毛なんですよ。でそのボサボサの長い髪の毛が前にダラーンと垂れてるんですよね。うん。で服はって言ったら白い服なんですよ。これネグリジェか何かわからないんですよ。それが足の下まで、くるぶしもかぶれるぐらいまであるんですよね。もういわゆる本当にテレビに出てくる貞子とかジオンとか、ああいう感じの子供がいてるんですよね。もう確実にもう自分の子供じゃないと思ったんですよね。うん。うわっと思って、これどうしようって固まったけれども、体をふっ起こした途端に、その髪の毛ボサボサの女の子、120センチあるかないかぐらいの女の子が僕の方に向かってズズズズズズって進んできて、うわーっ
で後ろに下がったんですよ。そしたら僕の手前、ほんま手届くか届かへんかぐらいのところかで、その女の子、120センチあるかないか、110から120センチぐらいの女の子が、僕のところに来た時には160センチぐらいの女の人になってるんですよ。で、ぐーって来て、うわーってなって、振りほどくような感じで、うわーってなった時に、その女が僕の目の前からスッと消えたんですよね。わずか3メートルあるかないかの距離、もう今その現場で話してるんですけれどもまさしくその現場で話してるんですけども、うん、ですけども、ブワッと来て、もうあれ何なんでしょうね、あいつ何したかったんでしょうね。 あのテレビカメラを持ってて、はい、ズームにする瞬間ってあるじゃないですか、ふわっと一点に、はい、あんな感じなんですよね。ザザザザザって音もなくなる。ズズズズっていうこの表現もおかしいかもしれませんけれども、ズッと、ふわっと来たんですよね。あんで、パッて消えるという。だから僕、ひょっとしたら僕気づかへんかって、もう片付けてる時よりも何よりも映画を見てる時からずっと僕のソファーの横にそいつおったんかなと思ったらね、ゾッとしてね、あの、お正月からちょっと気分が下がってね、映画ももう見れなくなって、そそくさと寝ましたけどね。急速に近寄るのはやめてほしいですね。あれは、あんな技あるんやもんね。あ、うん、なんかあのね、本当に振動も何もないし、上下も何もないんで、ってよ。はい。本当に120センチぐらいの技、160センチ。この、その、なんていうんですかね、今ごめんなさい、ふと思ったんですけど、その移動の仕方とかっていろいろあるじゃないですか、その、今のトイさんが言うたみたいに、スーッとこう近寄ってくるとか、逆にゆっくりこう、じゃんじゃん、じゃんじゃんみたいな感じで近寄ってきたりとか、そういうパターンがあるんじゃないですかね。あるんですかね。ねえ。映画見てるとき、アピっとったけれども、僕があまりにも気づかなかったかもしれん、ね。もう、イラチキでスーッと近寄ってきたって。いや、怖もう。見えなくて幸せだ。ただ、顔は見えなかったから良かったかもしれません、本当に。もう、本当に前に垂れ下がった髪の毛だけがぐわっと来て、あそこから多分目とかこう見えたらもう倒れてるやろうなと思って。うん。あと、触られたりとかしたらね。泣いてるわ。あれちょっとビビったなぁ。正月ちゃうわと思った。優しいですね。私も怒り狂いますよ。人の大事な時間をそんなことしやがって。いやいやいや。ね、皆さん知ってるんですけども、お正月の三が日って言ったら、みんなぐうたらしたいじゃないですか。はい。ね。だから、僕もぐーたらしたいなと思って、で、僕映画が大好きなんで、はい、映画三昧にしてやろうと思って、で、家族が寝静まった頃に DVD を見ようと思って、エッチなんじゃないですよ、映画ですよ。で、家にプロジェクターがあるんで、プロジェクターって言ったら、もう部屋を真っ暗にして見るもんじゃないですか。わかります？映画館のようにして見るんですよね、プロジェクターってね、やっぱり、投影して見るんで。で、それをちょっとでも大きいスクリーンで見たいなと思って、それを楽しみにしてね、正月をね、過ごそうと、それで過ごそうとしてたんですけれども、正月の2日目かな、子供たち早く寝たんで、10時、11時くらいかな、寝たんで、で、そっからね、自分で DVD を1本見たんですよ。うん。で、まあ、終わっても夜中の1時ぐらいなんて、あともう1本見ても大丈夫やろうなと思って、で、けども、その、まあ、もらい物の生地なんで、部屋の色と全く合わない、オレンジのくすんだ感じの色なんですよね。だからすごくその部分だけが際立って見えるんですけれども、そういう風なリビング階段のところにカーテンが吊るしてズドーンと上から下まで2メーター5、60かな、あるのかな。そのカーテンがダラーンと、階段の下のところに垂れ下がってるんで、まあ、さっきのお話に戻りますけれども、まあそういうふうなのがあって、で、
おもちゃいっぱい拾って片付けてる。で、中腰になって片付けてるときに、僕が下を向いたときに、僕髪の毛その時長かったで、長かったんですけれどもね、髪の毛の隙間からちらっと何かが見えたんですよ。そしたら、身長120センチか10センチぐらいの子供が立ってたんで、あ、うちの娘、夜中1時やったけど、なんか起きてきてしまったなって思ったんですよ。で、あ、悪いことしたなと思って、で、声かけようかなと思って、そのしゃがんだ時に、こう、はって気づいたんですよね。しゃがんでた時に、こう隙間から見た。で、まあ、一歩目終わって、電気パッてつけたら、ソファーの周りが結構こう散らかってたんですよ。パッて見たら、あの、子供のなんか本とかおもちゃとかがバーって、こう、いっぱいそこら中に散らかってたんで、あ、なんかこれ、ちょっと、正月早々こんだけ散らかってるので、また DVD 見るのも嫌やなと思って、で、パッパッと拾ってたんですよね。で、うちの家って、リビング階段で、部屋から直でこの階段が、2階に上がる階段がついてるんですけれども、扉がないもんで、上から冷たい風がこのリビングに吹き込んでくるんですよね。で、それがちょっと寒いもんで、あ、これだったら嫌やなということで、何かないかなと思ったら、たまたま、知り合いの生地屋さんが、ごつめのカーテンよりも、なんていうのかな、遮光性の高い生地を持ってたんで、それをなんかくれたことがあったんですよね。で、あ、これちょうどいいやと思って、で、それをかけたんですよ。そしたらもう遮光性バッチリだったんで、あ、いいねっていう風なんで使ってるんですけど、それがね、うちの家っていうのは白い壁なんですよね、基本的にね。だいたいどこ見ても白い壁なんですけど、進んできて、うわーで、後ろに下がったんですよ。そしたら、僕の手前、ほんま手届くか届かへんかぐらいのところかで、その女の子、120センチあるかないか、110から120センチぐらいの女の子が、僕のところに来た時には160センチぐらいの女の人になってるんですよ。で、ぐーって来て、うわーってなって、振りほどくような感じで、うわーってなった時に、その女が僕の目の前からスッと消えたんですよね。わずか3メートルあるかないかの距離、もう今その現場で話してるんですけれども、まさしくその現場で話してるんですけども、うん、ですけども、ブワッと来て、もう、あれ、何なんでしょうね。あいつ何したかったんでしょうね。あのテレビカメラを持ってて、ズームにする瞬間ってあるじゃないですか。ふわっと、一遍に、はい。あんな感じなんですよね。ザザザザザって。音もなくなる。ズズズズっていうこの表現もおかしいかもしれませんけれども、ズッと、ふわっと来たんですよね。あんで、パッて消えるという時に、なんか違うって、いつもの娘と違うって思ったんですよ。その隙間からじーっと見てるとね、僕、髪の毛の隙間から見てると、髪の毛が異常に多いんですよ。もう、信じられへんぐらい、もうボッサボサの髪の毛なんですよ。で、そのボサボサの長い髪の毛が前にダラーンと垂れてるんですよね。うん。で、服はって言ったら白い服なんですよ。これネグリジェか何かわからないんですよ。それが足の下まで、くるぶしもかぶれるぐらいまであるんですよね。もういわゆる本当にテレビに出てくる貞子とかジオンとか、ああいう感じの子供がいてるんですよね。もう確実にもう自分の子供じゃないと思ったんですよね。うん。うわっと思って、これどうしようって固まったけれども、体をふって起こした途端に、その髪の毛ボサボサの女の子、120センチあるかないかぐらいの女の子が僕の方に向かって、ズズズズズズって。